皆さんこんばんは。食いしん坊ともちんの動画をご視聴いただきありがとうございます。2024年9月上旬3泊4日沖縄旅行、今回は沖縄県北部、子育てがしやすい、自然がいっぱいということで移住者が多く住むと言われている今帰仁村にあるお店に行ってきました。11時からは自然派カフェとして14種類のランチセットが楽しむことができたり、16時からはゆるり酒場として沖縄の県産特選和牛や沖縄料理がいろいろ楽しめます。素敵なお店、テラス席があったり、景色も抜群、シマチョボさんへと向かいます。グルメや観光、旅を楽しみながら美味しいものを探していく沖縄が大好きな食いしん坊夫婦の旅行 Vlog、 それではご覧ください。あ、ウグヤ。おお、これさせつな。はいはいはい。ずいぶん前に一回来たね。来ました。あ、ミカのとこや。なんかただあるある。さっきのよくある。まもなく。何できたか忘れた。お好み焼き屋さん行くときかな。違う。次右だよ。右方向です。ゆうさん。いやー。さっきの快適なドライバーどこ行くの？大丈夫？これちょっと。元気なくなった。快適に。でももうじきつくよ。そうなの。うん、高台に行くんじゃないこれ。高台ね、これ。また後ろ道じゃないこれ。絶対すもうそれ違うね。ガソリンするから。水落とし合いで笑ってられへんね。店行くのにここしかないの？道。いや、他あるかもしれない。ちょっと怖いよ、なんか自然の中へ。大丈夫？大丈夫。来そうじゃない？絶対行きましょう。すごい。じゃあ、ね、自然の中ですよ。なんかコーヒー屋さん行くときも来ないね。あそこは目的はそういう感じでもいいけど、今から行くところで周辺にそんな森の中じゃなくて、怖いよ。怖いですね、怖いですね。車道の幅が広いかいいやん。いやいやいや、もっとギリギリのとこあったやん。いや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 、そのと比べたら嫌なんだろ。およそ700m 先、斜め右手前方向です。でこのとこ通る？通る通る。ないよ。そんなことないよ。きっと景色がいいとこにポッと出るんや。ないよ。断崖絶壁やちゃん。言葉も出ないですか？何も出ません。すごいやん、こんなところ。神戸にはないよ。斜め右手前方向です。こういう道通ってゴルフ場があるんだよ。あ、そうなんや。それでも私の道やねんから。でも丸っぽそのゴルフ場の管理下にあるから。でもゴルフ場のところの近くにあるみたいよ。そう、うん。まもなく斜め右手前方向です。今帰仁ウェルネスパークゴルフ場っていうのをカーナビに入れたらそこに。右です。
これ右？あ、シマチョゴさん。これ右？うん。あ、ほんまや。前に行きました。で、これで左かな。続いて左方向です。希望の丘へと。ああ、これですよ。これ。これ？左方向です。続いて目的地は右側です。すごいいいとこ。こんなところにあるんだね、お店。すごい。じゃあ行ってみましょう。すごいいいとこ。して上に上がるんかな。脱がなあかんかもしれない。うん、脱がなあかんかも。シマチョボさん、心と体が喜ぶがテーマで、発酵ランチ、薬膳炭カレーなどいろんなランチが楽しむことができます。食材にもこだわっていて、付け合わせの一品一品も美味しくて、デザートにヨーグルトがついていたり、嬉しいですよね。お子様連れでも安心しておすすめできるお店です。ポキハム、ポキポキウインナーが入ったナポリタン、めっちゃ好きやん、うん、あ、美味しい。ほっこりするでしょ、美味しい。食感、食感すごい、コリ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 やってる。ない。聞いたことがない名前。大好き。イカも入ってますよ。おいしい。ハンバーグです。
湯気がすごいすごい。山ほど人いるところから静かなところ、こういうところの方がいいよね。ゆっくり美味しいお料理を食べながら、もちもちいいね。ゆっくり静かに食べる、そっちがいい。いや来てよかったね。前いっぺんね来ようと思ってて、うん、で、あのちょうど定休日に急にコロッと変わってあかんかった。あそこにあの五島の屋さんで、あそこに張り紙ショップ、うん、そうそうそう、つくしさんとこで、あのショップカード置いてはって、人参しりしりで、そんだけソーセージが乗ってて、なんか嬉しいでしょ。まだちょっと味みたいな。美味しい。ギュッと。お豆腐入ってるし、ヘルシー。なんかメニューもさ、いろいろ気になるのがいっぱいあるね。このカレーライスも食べてみて。美味しい。うん、このカレードリアも気になる。うん、いいでしょ。いいとこ見つけるでしょ。うすまい。うん、おすまい。なんだよ、この辺にすまない。すまない。あと、ごめん、戻したら。台風が来た。台風が届いたんですよ。私買い物にも出られます。うん、車で行ってよ。崖に落ちて終わり。電動チャリやね。ん？電動チャリ。最後のつるたすれば。電動チャリあるやん。この住民者またこの人に立ったりするかもしれんけど、お家が立ったりするかもしれない。この辺すごい足りない。来ませんか。全然聞こえない。無理だ。都合が悪くなったら聞こえない。ん？都合が悪くなったら聞こえなくなるじゃない。あ、そう、声を払え。だって払え。何つけたの。何マイクつけたの。だからあそこがあの、あの、そば屋のおっさんみたいな。こんな感じですよ、ね、これ。こんな感じですよ。いいですか。ああ、そうですね。確かに。ね、緑がすごいね。いいとこやね。
しいです。すごいデザートまでついてるよ。お家なんやね。お家ね、うん、すごいね。すごい、三種、え、そうそう、三種もある。いいね。よかったね、美味しかったね。うわ、いいね、ここいいやん、素敵ね。いや最高やったね。いやここ最高、左方向です。続いて斜め右方向です。すごいとこ来たね。なんかアスレチックみたいなのね、うちがすごいよ。面白いやん。右ですね。はいはい、いいですね。右行きますよ。斜め右方向です。続いて道なりです。道がありますね。すごいね。道なりです。道なりです。まっすぐです。さっきここから出てきたよ、多分、うん、ほら、こんな狭いとこから来たよね。すごいね。いやー、美味しかった。美味しかったね。お腹いっぱい。ようやくこんなところにお店があるとは、うん、わからんな。昨日泊まってる時ね、うん、夜に来ようかどうしようかなと思って。そう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 、夜ご飯食べに。そう、ここから10分ぐらいやったからさ。そうそう、そういうのもありやなと思って。夜もいい言ってたね。うん、うわ、すごい雨や。また雨降ってたわ。なんだこりゃ、すごいね。いや、やっぱ 200m 言ったね。高台やな、やっぱ高台。ほら雨降ってたぞ。なんて日だあれな。スコールやな、これ。うん。なんかやっぱり座ってた。いやー、ここいいわ。俺、さっきのとこいいわ。雨やでちょっと。バチバチ言うとね。うん。大丈夫これ。いやー、いいとこやったな、あそこ。うん。一番良かったな、今までで。あそこ、場所がね。さっきの奥さんも言ってはったやん、車でね、内見帰った時に、ここやわ、上から降りてきた時にもうこれやって、俺もそう思ったもん。だからつって、土地どうかなって、安く分けていただけないか。台風言ったね、やっぱみんなそういうね、風がね、風やな。あれだ、待って、窓がたまに大変出る。危ないな、怖い怖い。ほら、もう見晴し最高やこれ。へえ、すごいね。ねえ、ちょっと上がってきたらこんないいところが。うん。これでもここまで来る人おれへんわ。そうかな。よっぽど探してする人、普通のもいきなりからこんなとこ探してこえへんの。観光客。めっちゃいいのに。およそ 700m 先右方向です。ぜひおすすめ。およそ 8km 先災害のため通行規制です。なんだって災害のためよ、ね、うん、夜中なんか。およそ 300m 先右方向です。右方向です。同じこと言うとね。いいところに住んではるね。まもなく右方向です。あれか、右方向です。ショートカットしそうな感じだ。本当やね。こっちや。右です。右です。こんなとこから出てくるんだ。今どこ。あ、いろいろ。
5km 左です。しばらく道なりです。そばやさんやね。いやここ見たことあるやん、正確いな、うん、あれなんかで見たな、通った通った向こうから来たね、うん、ああほんまや、その逆を行くやね、ボニーも沖縄そばってあるね。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。これからも応援よろしくお願いいたします。また次の動画もお楽しみに。